皆様こんばんは。今週も、お仕事そして学校お疲れ様でした。さて本日も始まりました、大牟田食堂組合がお送りします、食堂組合って何。この番組では、大牟田食堂組合に加盟していただいている、お店の皆さん、オーナーさんですとか店長さんなどにお越しいただきまして、お店の情報やこの方のですかね、トークを楽しんでいこうという番組です、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は私、山田あゆみがさせていただきます。それでは本日も、ゲストにお越しいただいております、居酒屋ハングリードールズの田中義勝さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。なんかこうちょっと一緒にこうお酒飲んだりするんですが、こういうこうちょっと雰囲気が違うとですね、緊張しますね。ちょっと緊張しますね。お酒も目の前にありませんし、はい、ちょっと昼間っていうこともありまして収録が、はいはい、ありがとうございます。それではですね、まずはこの居酒屋ハングリードールズさんのオーナーになられるまでの、経歴を教えていただいていいですか。はい、大牟田高等学校、の建築家を、卒業いたしまして、はい、建築家、はい、はい、一応最初は大手ゼネコンの方に就職させていただいたんですけど、はいはい、はい、ちょっとすぐ辞めてしまいまして、はい、そこから北九州にある鶏料理専門のオフというお店に、はい、修行に3年間行った後に、はい、オーナーでお店をしたいという、はい、気持ちから24の時に、はい、そうなんですよ。で最初その会社に勤めてあったというのは初めて来ました。はい、会社勤めは多分向かないなということで、はい、まあ、大体こう飲食の自営の方あるあるですよね。そうですね、そういう方多いですよね、はいはい、なんとなくこうなんか腑に落ちる部分があります、はい、それから24歳の時に、はい、いや思い出話になるんですが、あの頃ですね、新しくできたハングリードールズのオーナーさんが斉藤和美にドルバイみたいな友達から言われて行ったことがありますよ。そうですね、今と違って、今よりも25キロぐらい痩せてましたんで当時はゆっくり言われましたけど。絶対言われてたでしょうね。まあ今はちょっともう見る影もないっていう。いやいや、相変わらず良か男ですよ。ああ、ありがとうございます。もう今スナックトークス完璧です。いやいや、ですね。そしてまあ、この前ですね、ちょっとお店の方にお邪魔させていただきました。その中でですね、まずもう暑かったんです、あの日。暑くて、本当にこう、早くいっぱい飲みたくて。で、最初頼んだのが、ハイボールだったんですけど、めちゃめちゃ美味しかったですね、ハイボール。あのハイボールがですね、はい、フリージングハイボールと言いまして、フリージングハイボール、はい、はい、マイナス2度に、設定された温度で出てくるハイボール。ってことは、生ビールとかと一緒？そうです、エクストラコールドと、はい、まあ、システムはまた違うんですけど、はい、温度管理はマイナスになって出てくるという、そういうものになります。あとじゃあ他に普通の生ビールもあるんですね。もちろんです、はい、普通の生ビール、はい、エクストラコールド、はい、とそのブラックもございます、はい、ブラック、はい、っていうのは、黒ビール、黒の生ビールですね。黒生ビール、はい、わやばい、もう飲みたくなってきましたね。そうですね。いやいかんいかんいかんじゃあ、まあ、ビールだけでもまあ2種類とかあって、それからハイボールもあって、そうです、全部もうひっくるめて何種類あるんですか、メニュー、飲み物メニュー。ビッグメニューだけで言いますと、はい、150から200種類は多分あると思います。わ、ソフトドリンクまで全部合わせて。そうです。飲みこなせないですね。飲んでいただきたいです。まあ、私がハングリーさんに行ってソフトドリンクを飲みはないと思うんですけど。言ったことがないです。で、これをじゃあその、単品でもよって、飲み放題もあるんですか。もちろんです。あ、なるほど。で、この飲み放題っていうのは、お値段の方は、うん、
はい、2種類ございまして、はい、90分で、1300円の、はい、と、はい、120分で1600円の2種類、はい、ご用意しております。お手頃ですね。私は30分ぐらいで元取ると思いますね。元を取ってほしい。いっぱい飲んでいただきたいなと思います。いや、ほんとこの前もそう、なんか美味しくて、もうスイスイ飲んじゃって、これからの時期は絶対的にもうハイボールですね。ビール、ね、ハイボール。さっきレモンチューハイとかも、レモンチューハイもありますか？レモンサワーみたいな。もちろんです。レモン、ライム、ピーチ、いろいろあります。はい。わぁ、もうちょっと、今度ぜひぜひですね、皆さんもですね、この飲み放題のシステムも、ご利用いただいて、美味しい食べ物を楽しんでいただきたいなと思っております。それでは後半は、また、ハングリードーグズの、美味しいメニューのことについてお尋ねしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、食堂組合って何、引き続き居酒屋ハングリードールズの田中義和さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、どうですか、だいぶドキドキは収まってこられましたか？そうですね、あまり慣れませんけど、はい、あまり慣れない。なかなかですね、はい、ラジオ収録というのが、私、3度目ですかね。あ、3度目、はい、はい、でも慣れません。はい。やっぱりですか、見た目向きですよ、テレビ向き？そうですね、どちらかといえば、大相撲向きですかね。九州場所、まだまだ冬です。はい、冬型。はい。朝青龍で。はい、ではです、引き続き、この夏、一押しのメニューを、お伺いしたいと思います。つまり何ですか？はい、今年の夏からちょっと新メニューで、串揚げ。お、新メニュー。はい、串揚げの方をお願いします。これ、サクッと上がって、はい、まさにつまみに最高ですね。そうですね。ちなみに、じゃあその串揚げは何種類ぐらいあるんですか？そうですね、40種類ぐらいはございます。40種類、はい。お野菜から、はい、まあ、いろいろこうお魚、お肉とかまで。そうです、お野菜では今はみょうがとかも美味しいですし、あ、はい、お魚の方では、注文を受けてから、アジをさばいて、はい、姿揚げもつけてお出しすべていく。あ、すごい、はい、いいですね。よろしくお願いいたします。ぜひぜひいただきます。今度お邪魔します。改めて、よろしくです。そもそもですね、ハングリーさんの打ち合わせで行って何を食べたかというと、昔から大好きで豆腐チゲ、激辛のやつですね。全然違うやつ食べてますね。すいません、私が辛いのが苦手で味見ができないっていう辛さなんで、はい、美味しいかどうかちょっと分かりませんけど、あの辛さは。いや、うま辛ですよ。もうですね、昔から大好きで、やっぱり夏といえばですね、そういう揚げ物ですとか、やっぱ辛いものっていうのがやっぱ出るのかなと思いますよ。皆さん食べたくなっちゃうのかなって思いますね。冷たい飲み物と。そうですね。はい、もう満腹満足ですよね。で、そして、ハングリードールズさんの、定番メニューがあると思います。ズバリ、はい、もうこれがもう13年間、プロの人気なのがやっぱり特製若鶏の唐揚げ。はい。はい、もうこれはもうちょっと、お持ち帰りの方でもですね、はい、毎月、何百人前かは出るぐらいの。何百人前、はい。すごい。人気商品。いや、美味しいですもんね。ちょっと、それぞれお店によって唐揚げの味と違うんですけど、なんかハングリーさんのちょっと甘いちょっと。はい。ふわっと甘い感じありますよね。まあ、つけだれにしても、揚げた後にかける、甘酢ソースにしても、全部オリジナルで、やっております。すごい、もう愛情こもって手作りの。そうです。ですね。はい。そして、その、唐揚げを結構食のイベントとかでも出してらっしゃいますよね。はい、そうですね。お声がかかれば、はい、なるだけいろんなことにチャレンジして挑戦してみようかなと思ってますけど、この前では北九州の方も私たまたまその大好きなサイバージャパンのイベントに行ったゲストのイベント行った時にですね、
ハングリー。あ、まあ、知ってる。ありましたよね。ちょっとびっくりしましたけど。もういいんだら、すげえと思って、ちょっと感動したんですけど、やっぱり、あの、北九州でもそうやって、大牟田の人気ラジオを出してあるんだなと思ったら、私もこう、嬉しくなりました。はい、もうありがとうございます。はい、多分大盛況だったと思います。ありがとうございます。いやサインもらってましたよね、なんか。はい、ミーハーなんで、大好きだ。もう、ふわふわして帰ると嬉しい。それではですね、あ、例えば、姉妹店があられるということですか。はい。はい。じゃあ、どうぞご紹介をお願いします。ですね、はい、飲水小学校の真ん前ですかね。はい。炭火焼肉工房、ちょ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 、焼肉屋さん。もう、姉妹店でやらせていただいてて、はい、そちらの方も、ランチをちょっと始めさせていただいて、はい、いろんな肉の種類を自分で選べる。はい。セレクトして。はい。肉食女子にはたまらんランチですね。結構女性の方も多いんじゃないですか？ね。ぜひとも。はい。足を運んでいただきたいなと思っております、はいはい、私も聞いたからね必ずお邪魔します。よろしくお願いします。はい、それではですね、最後になりました、大牟田の夏といえば大蛇山なんですが、もう大蛇山の時もですね、毎年あのお店の方で出店してありますこちら PR も兼ねて、最後にガツンと、ご紹介お願いいたします。はい、明日からは夏祭り、はい、ハングリードルズの1階の方で屋台を毎年やらせていただいてます、はい、メニュー内容は生ビール、ホットドッグ、フライドポテト、それと若鶏の唐揚げ、そして かき氷と、やっておりますので、皆さん、店の前を通った時にはぜひよろしくお願いいたします。はい、私もあの夏祭りの方は、いろいろ騒動に行ったりいろいろしておりますので必ずお邪魔させていただきます。ありがとうございます。それでは本日は居酒屋ハングリードールズの田中義和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日ご紹介させていただいた、ハングリードールズさん、そして、またまた、たくさんのお店ございますので、こちらのお店の美味しい情報は、大牟田食堂組合の Facebook のページの方でも、随時掲載しておりますので、どうぞご覧ください。それでは、大牟田食堂組合がお送りしました、食堂組合って何？また来週金曜日の夜7時15分にお会いしたいと思います。それでは皆様、美味しい楽しい週末をお過ごしください。さようなら。